カシ島は宮城県石巻市に属す島。達所とも呼ばれる。三陸海岸南端を構成するオ鹿半島の先端近くの仙台湾内にある。島内の農業は衰退したが、現在は漁業や釣り客、観光客を相手とする観光業が主な産業となっている。近年は猫の島や漫画の島として知られる。 石巻港から約1 5トル南東に位置し、島の北東部に大泊港を要する大泊、南東部に神と田港を要する神都殿の二つの港及び集落があり、両者は島内の道なりに2キロメートルほど離れている。島のほぼ中央に猫神社があり、島の漁師にとって大量の守護神である猫神様が祀られている。そのため、 猫がとても大事にされ、島内で自然繁殖しており、すでに島民よりも個体数が上回っている。他方、島内では犬は猫の天敵とみなされており、犬を島内に持ち込むことは原則禁止されている。大羽関石門老師によれば、多漠島の字を当て、波浪が島の断崖に打ち寄せる様子が、あたかも白い練り犬を日光にさらすように見えることから、 透明が名付けられたという。タ代シロ島の航空写真。国土交通省、国土画像情報をもとに作成。黒潮の影響により温暖で、降雪はあまり見られない。南国の植物であるタブノキの原生林が、島内に数カ所見られる。人しと伝と大泊を結ぶ舗装道路の他に、島の西部を回る、細い舗装道路がある。 道路からの眺望は樹木によって遮られ良くないが、歩いて2から3時間で一周することが可能。西側に休憩用のあずま屋が一つ建てられており、その周辺からは、石巻市街までの眺望や、海に沈む夕日を望めることができる。あじ島と隣り合うが、あじ島は、旧お鹿町、田代島は、合併前の石巻市に属していた。 2005年4月1日の市長合併により、両党とも石巻市に属することになった。昭和30年代には、約1000人の島民が居住していた。2005年国勢調査では、平均年齢71歳、高齢化率82%であり、限界集落である。上水道は、海底送水、資料やゴミは本土へ、搬送処理している。島には、 ガソリンスタンドがないため、油船が2ヶ月に一度寄港し、島にガソリンや灯油を供給している。島民の約8割が第一次産業に従事する。以前は、島の南中央部にある谷筋などで稲作が行われていたが、すでに工作放棄地となっている。現在は、漁業が主産業で、大型低地網や差し網等の沿岸漁業。 および旋回養殖業が行われている。釣りスポットとして知られており、民宿の宿泊客のほとんどが釣り客である。東北地方太平洋沖地震に伴う津波により、カキの養殖棚が流出するなどの被害に加え、漁師の高齢化が進んでいるため漁業は停滞している。任意団体の石巻市田代島市姉妹保存会があり、伝統の田代島、 死守米を保存している。富士市出身の石の森章太郎とよりが深い石巻市が漫画を用いた地域振興をしていることから2000年4月にアウトドア施設の漫画アイランドが設置された。施設内には同等で大事にされている猫をデザインしたロッジが5棟ある。近年猫の島として注目されていることから石巻市イランドプランでは 瀬戸内海の犬島と連携、共同の取り組みを進める構想も示された。一方で、野良猫の多さに不快感を示す島民や、猫目当ての観光客が創造しいという意見もあるが、石巻と島を結ぶ定期船は、多数の観光客により維持されているとして、感謝の声も聞かれる。なお、高潮や、海産物が取れない時期は、島内の民宿は、 一般の観光客を受け付けていないことがある。観光の際は事前に宿泊先に確認されたい。2004年9月、釣りが趣味の東京都出身と岩手県出身の夫婦が脱サラして仙台市から島に移住し民宿を始めた。2006年2月14日にはブログを開始。当初は島の暮らしや釣り及び民宿の情報を載せていたが、 同年5月20日にテレビ朝日系列、人生の楽園で猫が多い島としても紹介され、同年7月22日に富士テレビ系列、目覚まし土曜日の番組 DVD、にゃんこザムービーが発売されると、同 DVD に収録された、田代島のタレミ耳ジャックという名の猫のエピソードが影響して、愛病家のアクセスが増加し、 タシロ島を猫の島として発信するブログへと次第になっていった。ニャンコザムービーはシリーズ化し、毎回、タレミミ、ジャックのその後のエピソードが収録された。他のマスメディアでも同等は、猫の島、猫の楽園などと紹介され、猫を目当てとした観光客が多数訪れるようになった。2007年8月、仙台。 宮城デスティネーションキャンペーンについての県と住民の会議があった。この時、プレ DC 期間中に実施するモニターツアーの企画が話し合われ、同年11月3日に同等発の猫観察を目玉とするパッケージツアー、ジャックを探せツアーが再行された。同時に、島内の猫の写真展も開催された。仙台、 宮城 DC が始まった2008年10月1日から1年間における、石巻田代島の離島航路の利用客数は、約13,700人と、リーマンショック後の世界同時不況の最中にありながら44%の大幅増となった。2009年になると、国内のみならず、台湾や香港のテレビ局が取材で来島し、外国人観光客も見られるようになった。 さらに、東日本大震災後には、欧米メディアで取り上げられる機会もたびたびあり、宮城県内では、温泉や松島といった、定番観光地ではないが、外国人観光客も訪れる場所として、宮城座オ狐村と並んで知られる。島のルールとして、観光客の猫への餌やりを禁止している。ひとしと、ナ港の待合所などに、餌の寄付ボックスがあり、 ここに餌を寄付することで島民が適量を与えるシステムとなっている。田代島ではかつて養蚕が行われていたため、海の天敵であるネズミを駆除してくれる猫が飼われており、島民から大事にされていた。江戸時代後期に定置網漁の一種である大暴毛網が三陸海岸中部で起こると、それが隣接する仙台半家船群を経由して、田代島にも伝わり、改良されて、 タシロマグロ大網となった。この経緯から、タシロ島沿岸での大暴門は、気仙沼周辺から来る漁師と島民によって営まれ、島内に、いくつもの番屋が設置された。すると、番屋に寝泊まりする気仙沼漁師らの食べ残しを求めて、猫が集まるようになり、漁師と猫との関係が密になって、猫の動作などから、天候や漁模様などを予測する風習が生まれた。 ある日、大暴毛を設置するための重しい岩を漁師が採取していたところ、崩れた岩が猫に当たり死んでしまった。これに心を痛めた網元がその死んだ猫を葬ったところ、大量が続き、海難事故もなくなったという。そのため、葬られた猫は猫神様となり、島内で猫が大切にされるようになったという。2009年4月10日、同社は、 国土交通省、島の宝100系の一つに選定された。宮城県内には、猫神社が10カ所ある。また、猫の石碑が、他の都道府県と比べて、特に多く、51基存在している。猫の石碑は特に県南部に集中しており、江戸時代に養蚕が盛んだった地域と重なることから、養蚕との直接的な関連が指摘されている。 タシロ島の猫神は、養蚕との関連が、間接的なものに止まっているようである。2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震により、タシロ島では、震度6弱が観測され、約130センチメートルの地盤沈下により、船着き場が水没した。高さ10メートル強の津波が襲来し、沿岸部の家屋や、 漁業施設が流出する等の被害を受けた。島に住み着く猫に関しては、飼い猫と野良猫の中間の、いわゆる地域猫であることから、港や漁船の被害により、住民や漁師から餌を得る機会が減ったのではないかと、心配する全国の愛病家から、支援物資として、キャットフードが届けられた。また、田代島の復興事業の一つとして、島の猫を活用した。 タシロトニャンコザプロジェクトが同年6月から行われている。日本全国の愛病家から一口1万円の基金を募ってカキ養殖再生のための資金とし、謝礼としてオリジナル猫グッズなどを発送するというもの。このプロジェクトにより震災前には30数台存在したカキ養殖棚が2012年初頭頃時点で4台が復旧。 そして2014年には、多代糖酸化器を使用した、加工食品を支援者に対する、返礼品として発送できるまでに回復してきている。さらに、ドイツで獣医師として活動する、クレス清美も、東日本大震災の惨状を、ドイツの自宅で目の当たりにしたところから、獣医師として、何か手助けしたいと思い立ち、加えて、クレス自身が大の猫好きで、かつ、 タシロ島には、以前から足を踏み入れたいという願望を抱いていたことも、相まって、震災から5ヶ月経った2011年8月に、初来島、以後、約2ヶ月おきに、タシロ島の猫へのボランティア診療のため来島を、続けている。なお、初来島の翌月、2011年9月に、石巻市内で、猫のパルボウイルス感染症が発生した際には、 同じく、石巻市内に所在する、田代島の猫たちが感染による、全滅の危機に瀕しているとして、緊急来日、数日かけて、ワクチン接種を実施した。石巻中央発着所、または、石巻門脇発着所から、アジ島ラインに乗り、大泊港まで、約40から50分、ひとしと、田港まで、約50から60分で、田代島に着く。 通常は1日3往復だが、7月中旬から8月中旬は、柿段屋となり1日4から5往復に増便される。田代島が猫の島として人気を得てからは、降落期を中心に満員で乗船できない場合もあり、随時臨時便を出して対応している。臨時便の案内は、船内や島内の優先放送で行われ、 公式サイトなどでは案内されないので注意が必要である。2018年12月1日より、石巻中央発着所が新規に開設され、JR 石巻駅からのアクセスが大きく改善された。震災後休止していた大泊港への寄港が再開されたが、復旧が不十分であるため海峡によっては通過することがあり、この場合は、 人と田港からの上下線を案内している。石巻港発着便は、全便とも、石巻中央発着所に立ち寄るので、石巻駅からであれば、徒歩で、石巻中央発着所にアクセスした方が早い。なお、石巻門脇発着所へは、タクシー利用でも石巻駅から所要10分程度で、あり、1000円程度で向かうことができる。自家用車の場合は、 三陸沿岸道路、石巻河南 IC、または、石巻港 IC でおり、石巻門脇発着所にある、無料駐車場を利用する。限界集落であるため住民の利用だけでは、減便される恐れもあるが、猫目当ての観光客が訪れることで便数が維持、されている。田代島猫だよりから島の猫のフォトコミックブログ、毎日更新。ありがとうございます。